こんにちは、ひげひろです。今日はね、パソコンの前、ディスクの前にいますけども、今日作ったのはもう簡単なパスタっていうか、なんだろうあれ、マカロニみたいなもの、くるくるっとなってるやつね。それを使ってトマトソースだけで肉なしのパスタをランチに作ったんですけど、まあ簡単なものですけども、これがね、意外と美味しいんだよね。使ったのはオニオンとトマト、ホール缶と、それから主要胡椒、それからエクストラバージンオイルとパルミジャーノですね。それだけです。で、パスタにそのトマトソースもの、簡単に作ったトマトソースみたいなものを絡めて、サラダと一緒に食べたんですけどね。まあ、僕の作るものはほとんど簡単なものでね、面倒くさくないものばっかりなんで、主婦の方にはねあんまり参考にならないと思いますけどもね。まあ、そんな料理を作りました。連休も今日入れてあと2日、もう今日といっても今この収録してるのは5時頃なんですけど、まあもう少しで連休も終わりますけども、まだまだ自粛しろということで、あと1ヶ月弱ですか、続きますね。もうそんなに我慢できるかどうかっていうところですよね。まあ皆さんもね、大変、商売やってる方は大変だと思いますしね。僕もね、そろそろ撮影の仕事しないとちょっとやばいかなと思ってますけどね。今度笑ってられなくなってきたなと思ってね。あと1ヶ月かと思うとね、で、まあそれで収束するのかって言ったらそれもわからない状況なんでね、なんともこの、いや、だけどどうなんだろうね。まあ僕、普通の人はね、もうね、本当にそろそろ少しずつ少しずつ活動を始めないとちょっとね、大変なことになってしまうと思うんですけど、僕の場合ちょっとね、普通の人とは違うので、ここは慎重にいかないとね、何かあったら人に迷惑かけることになってしまいますけどね。まあお散歩とかをするぐらいと、買い物するぐらいで、あとはうちにとりあえず、まあ今月いっぱいぐらいはうちにいようかなと思ってますけど、でね、毎日何やってるかっていうと、まあ本読むことも多いですね。ただね、本読むとすぐ眠くなっちゃうんだよね。どうもね、本はね、睡眠薬みたいなもんでね、眠くなってしまうんですけど、まあでもかなり読んでますね。あとはこうね、X-T4 っていうカメラが来たんで、今それで撮影してるんですけども、それが来たんで、それをのこうなんかマニュアル本っていうか見ながら、操作の仕方をね、再度もう一度ね、ほとんどあんまり今まで使ってたのと変わらないんですけど、一部変わるところがあるんで、そういうところのセットアップとかそういうことしてね、使いやすいようにしていこうかなと思っている日々です。まあね、まあ、しばらくまた続いちゃうようなことになっちゃいましたけど、皆さんも感染しないように気をつけて、手を洗い、マスクをして外出するときはそうしてください。僕ももうしばらく、引きこもります。それではね、今日久しぶりにアップしたんですけど、大した料理じゃなくて、参考にならないかもしれないですけど、まあね、たまにはこうやって安否確認じゃないけどしないといけないかなと思いましてアップします。それでは今日の料理スタートです。今日はね、こういうパスタですね。フジッリっていうパスタです。本当かな？名前がよくわからないけど、こういうなんかクルクルっとしたパスタっていうか、あれを使って、オニオンとガーリックと、それからこの缶のホールトマトです。これ冷凍にしといたやつなんですけど、それを使ってシンプルにトマトのフジッリパスタを作ります。マカロニっていうのか、これね、なんて言うんだろう、
そういうものを作ります。一応これね、安定こういうものですね。はい、じゃあ作ります。簡単です。すごいシンプルな、肉とか入りません。はい、いつものようにね、ガーリックと鷹の爪入れてね、火にかけます。で、香りが出てきたらここに入れます。みじん切りですね。でこれで全体に透き通るまでちょっと炒めます。はい、だいぶね、玉ねぎに火が通ってきて、まあ、本当に調味料を使うの塩とエクストラバージンオイルだけ、あと鷹の爪だけなんで、ちょっとシンプルです。あとトマトの味ですね、これね、酸味。レシピはまた別に書いておきますけど、まあ簡単なんで、基本的にね、僕簡単なものしか紹介してないんですけど、誰でもできる料理っていうことでね。これトマトをこうやって入れたら煮込んでいきます。でちょっとねワイン入れます。はい、ちょっとだけで。はい、その間にパセリ切っておきます。この辺でね、味見していきますね。うん、塩と胡椒だな。胡椒、胡椒をいっぱい入れましょう。塩をちょっと加えて、ちょっとだけ、もう少し茹で上がる前に一回パセリを少し入れます。上にもかけますけどね。はい、いい香り、パセリのいい香りがしてね。そうだな、こんなにいらないから、これ後で食べるのに取っとこう。このくらいあればいいな。十分でしょ、あとは残しておこう。そういうものにね。はい、で、パセリを振って、あら、美味しそうだね。もう一回チーズってね。さて、これでね、今日エクストラバージンオリーブオイルをかけないとね。ここにエクストラバージンオリーブオイルをかけます。うら、そうするといい香りするね、これ。ほら、できた、完成。はい、それではいただきます。美味しいかな。美味しそうだね。ちょっといただいてみます。あ、うまい。味付けはね、塩とパルミジャーノと、あとトマトですね、トマトホルカンですけど、レシピはまた書いておきますけど、これはうまいわ。
ちもちっとした食感で、うん、肉も何も入ってません。とっても美味しいです。今日はサラダシンプルにね、リンゴ酢とエクストラバージンオイルと塩コショウでね、食べます。塩ちょっとね。はい、美味しくいただいてます。